北川民次は、静岡県廃原郡逸羽村牛尾出身の洋画家。二課会会長。アメリカ合衆国とメキシコに、計22年間滞在し、高まりを見せていたメキシコ壁画運動などの、メキシコ絵画の影響を受けて力強い作風の作品を残した。児童美術の教育者としても活動した。民継ぎと母親と、 兄1894年1月17日、静岡県灰原組逸和村牛尾に生まれた。父親は孝次郎、母親は菊。イボ兄二人、イボ姉一人、イフク姉一人、実刑二人、実子一人がおり、民継ぎは一応だった。地主でもある北川家は、生茶業を営んでおり、アメリカ合衆国への日本茶の輸出も手がけていた。小学校卒業後には、 静岡県立静岡商業学校に進学し、江戸時代の南文学を読みあさったり、女木太夫を見に芝居小屋に出向いたりした。1910年に静岡商業学校を卒業し、早稲田大学小学部余科に進学して、高田の馬場に下宿した。早稲田では後に詩人となる、秋田宇尺の地偶を得たほか、余科で上級だった宮崎翔吾に手ほどきを受け、 1912年頃に絵を描き始めた。早稲田の英文学の教員には、北川と同郷の本間久男がおり、宮崎の同郷の椿貞田夫とも知り合った。ニューヨークで指示したスローン1914年に、早稲田大学を中退して、横浜港から渡米した。まずは、オレゴン州ポートランド在住の実家、つくいく平の家に身を寄せ、 レストランで働きながら語学学校に通って英語を習得した。1年余りでアメリカ西海岸を去るとイリノイ州シカゴでの滞在期間を挟み、1916年初頭にニューヨークに渡った。ニューヨークでは舞台の書き割りを担当する職人として働いて、生計を立て、この経験が後に構図のセンスの良さにつながったとされる。劇団が 地方巡業に出る際には北側も同行し、劇場組合員として、労働葬儀にも参加。北側は、当時を、学生というより、労働者といった方が適切であったと振り返っている。1919年には、美術研究所である、アートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークに入学。夜間のコースを開催していたジョン・スローンに指示しているが、後にはスローンが、社会主義者だったから、 スローンを選んだとも語っている。スローンに学んだ日本人には石垣栄太郎やヘンリー杉本などもいる。北側と同時期には国吉康夫もアートスチューデンツリーグの別教室で学んでおり、国吉とは芸術や社会を論じた。スローンには民衆を描くこと、目前の対象を忠実に描くことを学び、1921年にアートスチューデンツリーグを卒業した。 アメリカ合衆国では、フリードリヒ・ニーチェの思想に傾倒し、ジークムント・フロイトの心理学も学んだ。ニューヨーク時代に、どのような作品を描いていたのかは定かでない。サンカルロス美術学校1922年10月には、ニューヨークを後にし、フロリダ州マヤミで、日本人経営者の農園の労働監督者を務めた。その後、キューバのハバナではホテルで働いていたが、 アメリカで貯めた3000ドルやニューヨーク時代のデッサンなどが入ったスーツケースを日本人に持ち逃げされた。1923年9月にはメキシコのオリサバにつき、しばらくの間は聖画の行賞を行った。同年中にメキシコシティのサンカルロス美術学校に入学すると3ヶ月で家庭を修了して卒業している。サンカルロス美術学校はホセ・クレメンテオロスコや ディエゴ・リベラやダビッド・アルファロ・シケイロスが学んだ学校でもある。メキシコ壁が運動を牽引したオロスコによる壁がアメリカ文明の女子1924年にはメキシコシティ郊外のチュルブスコ総員に付属した野外美術学校のスタッフとなり、オロスコ、リベラ、シケイロスらによるメキシコ壁が運動に共感。1925年には メキシコシティ郊外のトランバムの野外美術学校で教え始め野外美術学校の生徒の作品展はメキシコ大統領や文部大臣などが賞賛。ヨーロッパにも巡回されてパブロ・ピカソ、アンリ・マティス、フジタ・ツグジなどが賞賛した。1926年には野外美術学校の正規教員となっている。1931年にはタスコデア・アラルコンに移転した。 野外美術学校の校長となった。この間の1929年11月17日には、二宮哲野と結婚し、1930年には、長女が生まれている。日本で看護師をしていた哲野は、中日スペイン大使の娘を看護したエンデスペインを訪れ、同大使のメキシコ転勤の際に、メキシコに同行していたのである。1933年には、 南北アメリカを旅行中の藤田嗣ぐとその妻マドレーヌが一週間にわたって北側の家に滞在。タスコ在住時には国吉康夫、イサムノグチ、シケーロス、リベラなどの訪問も受けている。計22年間滞在したアメリカとメキシコでは自由と民主主義を基本的思想とし、メキシコでは同伴画の技術を習得している。 42歳だった1936年夏には、タスコの野外美術学校を閉鎖し、7月30日には、祭主と共に横浜港に到着した。グッケンハイム奨励金を得ることや、長女を日本で教育させるための帰国であった。北側と信仰のあった、藤田嗣ぐ日本帰国後にはまず、静岡県に滞留し、ついで妻の実家がある。 愛知県瀬戸市羽田町で1年近く過ごした。1936年から1937年には水彩画の連作、瀬戸風景を描いており、当時はほとんど注目されることがなかったが、後に学芸員の村田正宏は、この連作について、日本の水彩画の歴史に、新しい1ページを加えたと評価している。1937年8月には上京して、 東京市と島区長崎中町に転居した。同年9月には、第24回二家展に5展を出品し、藤田嗣の推薦で二課開会員となった。帰国後の数年間には、油彩画や天平ら画以外でも、精力的な制作活動を行っており、水彩画や版画でも重要な作品を残している。当時の日本の洋画団の中では異質の画風を持ち、その作品はメキシコ派と呼ばれた。 同年11月にはやはり藤田の紹介により、銀座の日動画廊で初古典を開催している。日本帰国後から終戦までの期間は最も生産的だった期間であり、美術評論家の久保定次郎は、この期間に多い青灰色の色調からこの期間を灰色の時代と名付けている。百三十八年二月には、横浜市教育会館で講演会を行う傍らで、 メキシコから持ち帰った自動画の展覧会を開催している。二カ店に出品し続けたほか、戦前には1939年に生鮮美術店、1940年に紀元2600年宝飾美術店、1943年に新聞店に出品している。1942年には、久保定次郎の資金援助により、久保らと設立した子ども文化会が、 北川原作の絵本、マハーフの壺を出版したが、その後は、用紙の入手すら困難となって、絵本の出版を挫折した。1943年11月には、疎開先として5年ぶりに、瀬戸市にやってきて、以後は1968年まで、瀬戸市に住んだ。1944年から終戦までは、愛知県立瀬戸高等女学校の図画教師を、務めた。 瀬戸市は、東土や、経営者の採掘も行う洋業の町であり、銀行んで栄えた、タスコと共通点があった。私は、終わり瀬戸に一年住んだが、今度またいつて見て、やはり各府意府所の方が、自分には住みいがあると思った。それは、趣味だけでは片付けられないことだ。隣立する煙突が真っ黒い煙を吐いていて、ついたちも、着ないうちに、夏服が、 灰色になって、終わり布が困るが、私どもの生活に必要なものを生産している、街には、植えずつた、遊園地等に見られない、美しい姿がある。旅の手帳から、アトリエ1938年10月号名古屋、動物園美術学校太平洋戦争後にはに、家店の他に、美術団体連合店、日本国際美術店、現代日本美術店、国際武将美術店、 国際継承店、太陽店などに、精力的に出品を行った。1949年夏と1950年夏には、名古屋市の東山動物園内に、名古屋動物園美術学校を開校。1ヶ月にわたって開校された、この学校は保護者からの評判も良かったが、移転計画の頓挫などに失望している。1951年には、名古屋市東山に、 北川児童美術研究所を設立した。この頃には、高知、福井、新潟、長野などで美術教育に関する講演を行っている。1952年5月には、創造美育協会の発起人となり、全国を回って創造美育運動のセミナーを開催した。同年には、第5回中日文化賞を受賞している。このように、昭和20年代は、 壁画制作の研究や美術教育の実践などに力を入れていたため、展覧会への出品数は他の期間に比べて少ない。1955年から1956年には約20年ぶりにメキシコを訪問し、その他にも中南米、フランス、スペイン、イタリアなどを旅行した。神奈川県立近代美術館では、須田国太郎との二人展が開催され、 画集や半画集も刊行された。1950年代には輪郭線や分割線のある線描で画面を構成することが多く、灰色や褐色ではない明るい色調の作品が増えた。絵を描く子供たちや子供の絵と教育を刊行するなど、児童画教育の実践だけでなく理論面でも活躍した。かごめ名古屋本社北川は帰国してから、 ずっと壁画の制作を夢見てきたが、1959年には大きな壁画2作品をほぼ同時期に完成させた。名古屋市中区の名古屋 CBC ビルの壁画と、瀬戸市民会館の壁画である。名古屋 CBC ビルに設置された大理石のモザイク壁画、芸術と平和は高さ6.8メートル幅16.6メートルの大きさであり、ペンなどを手にした女性たちが描かれている。 瀬戸市民会館のモザイク壁画は高さ2.5メートル幅4メートルであり、瀬戸市赤津町の鎌本で製作された当藩が使用された。1962年には、名古屋市中区のカゴメ名古屋本社ビルに、高さ3メートル幅15メートルの壁画、トマトを製作した。カゴメ創業者のカニエイチ太郎からは、トマトは、なるべく赤くなどという注文がついたという。 1970年には、瀬戸市立図書館壁面に、東藩壁画を制作。妄想に怯える人間が本で知識をつけて、妄想を拭い去るというメッセージが込められており、北側の壁画としては、最後の仕事となった。1950年代末から1960年代には、安保闘争や公害問題などの社会問題を主題とする政治的な作品を多く制作し、 北川様式とも呼べる絵画表現を確立させた。メキシコ、花、母子像の画家というイメージは1960年代に定着したとされ、題材に時事問題を取り入れるようになったのは1960年代以後とされる。1960年代後半から1970年代には原色を多用した作品を制作し、太くて硬い線ではなく柔らかい線が用いられるように、 なった。この時期には、銅版画、石版画、木版画などの作品も制作している。1968年12月には、瀬戸市に隣接する東カスガイ軍日町朝日台に、転居した。1970年前後には、墓シや花などのエッチングに勢力を傾け、1970年の1年間には60点を超える銅版画を制作している。 メキシコ時代から水墨画も描いており、1970年前後には水墨画でも多くの作品を残した。80歳に近づいた1970年代半ばには新しい画題として故郷静岡県の茶畑を取り入れた。1978年4月に二課会会長の東郷誠二が死去すると北側が公認の二会長に就任したものの、 同年9月に会長を辞任し、1979年には二課会を脱退した。二課会を退いたのと、ほぼ同時期には絵筆を置く表明も行っている。これ以後の作品は数少なく、裁判年の1985年から1987年にアクリル絵の具で色紙に描いた10点ほどの作品があるのみである。1986年にはメキシコ政府から 外国人に対する最高位の勲章であるアギラ・アステカ勲章を授与された。その一方で愛知県が北側に勲章を与えようとした際には誇示している。1989年4月26日、瀬戸市の東制病院で死去。死因は敗戦症97歳だった。1989年7月からは名古屋市美術館で開顧展。 追悼北川民継展が開催された。1996年11月から1997年1月には愛知県美術館で北川民事展が開催された。1996年中は穏やかな客入りだったが、年を越してから入場者が増加し、結果的には約3万人の鑑賞者を集めた。洋行で栄えた。 瀬戸の町並み明治期以降の日本の洋画家は主にフランス・パリに目を向けていたが、北川の他に清水都市、国吉康夫、石垣栄太郎、野田秀夫などは若くしてアメリカ合衆国に渡って画家として飛躍した。彼らは苦しい下積み時代を経験しており、一様に民衆に関心を寄せた。北川の作品の題材となったのは民衆、労働者、瀬戸の裏町、 工場、母子像、花、バッタ、風景などである。メキシコでは古代からバッタが神の使いであるとされ、絵画の題材にもなっていたが、日本でバッタを絵画の題材としたのは北側が初めてだとされる。1939年の15の少女は、軍国主義を1960年の白と黒は反対する民衆を1961年の セブンティーンは、浅沼エネジロー暗殺事件を起こした少年の、暴力を、ジョイはサリドマイドジの役化を、1973年の、百鬼夜行は、ヨド号ハイジャック事件をテーマにしている。北川は、生涯にわたって権威に抵抗した。静岡県出身であり、数多くの風景画を描いて、いるが、茶畑を題材に選ぶことはあっても、権威の象徴として捉えていた。 富士山を題材に選ぶことはなかった。また、京都の舞妓のようにカビなものを描くことも嫌った。政治的な題材の作品を多く制作し、日本で北側の作品はグロデスクで近寄りがたいとされていた時期もあった。北側が描いた題材ははっきりとした輪郭線を持ち、細部は省略されるか、簡略化され、形態はデフォルメされている。 良感や存在感を強めるためにのみモデリングが施され、微妙な色調の変化は排除されている。遠近法は使われているものの、画面は奥行きを持たずに横に広がり、平面的な装飾性を有している。技術面では構図のセンスが抜群であり、テンペラの技法にも優れていた。100号の対策を1週間余りで仕上げる、制作力を持っていた。 その生涯に342点以上の版画も制作しており、戦前の木口木版の諸作品は日本の近代版画史の中で高い評価を得ている。版画の代表作には、瀬戸樹形、メキシコのよくみ、タスコのラフなどがある。戦後には、木版画や石版画の画集を刊行するなどして、大衆から人気を得て、パントルグロブアとしての地位を確立させた。 メキシコで行った児童美術教育はメキシコ国内だけでなく欧米でも注目を集めており北側は児童美術教育における世界的な先駆者である日本画壇のアウトサイダー不遇の画家美術史から消された異質の画家と評されることもある日本画壇では不遇な地位にあったがその作品のファンは日本全国に存在する アギラ・アステカ勲章を授与されたメキシコでは、スペイン語で巨匠を意味する、マエストロと呼ばれて敬愛されている。骸骨を好んで描いたメキシコ人画家ホセグ・アダルーペ・ポッサダを日本に紹介したのは北側である。アメリカ合衆国の画家、版画家、ジョン・マリンも北側によって日本で知られるようになった。セット信用金庫は1958年から、 北川民次をテーマとするカレンダーを制作しており、その制作部数は2003年時点で年間9万部にも及ぶ。瀬戸市周辺だけでなく、関東地方、九州地方、東北地方にもこのカレンダーを楽しみにする北川ファンがいるという。1959年に開館した瀬戸市民会館が取り壊され、後継施設として2005年に瀬戸村が建設された際には、 瀬戸市民会館に設置されていた壁画が瀬戸村に移設された。瀬戸市阿土町にある北側のアトリエには北側の支援者の一人が居住していたが、1992年には空き家となった。その後、北側の作品の愛好家が4000万円の募金を集め、借地だった敷地ごと買い取って1992年9月に瀬戸市に寄贈した。 大正時代の建築物であるため、痛みがひどく、瀬戸市も運用方法を決めかねていたため、1994年には、有志によって北川民次のアトリエを守る会が発足した。守る会は、木造平屋建てのアトリエを春と秋の年に買い、一般公開している。ありがとうございます。